はい、こんにちは、ピカーです。今日ね、このサバンナ RX7 やっていきたいと思います。タウケなんだね。まだね、ブレーキがね。いやー、もう本当に懐かしいよね。まあ、今見る車はさ、この形じゃないじゃん。なんかエアロついたりとかさ。ノーマルのこの車のこの形。もうロゴもさ、このもうサバンナ RX7 みたいな。いや、懐かしいね。ポルシェの944っていうのがね、真似てたんじゃないかみたいなね、なんか、感じなんだけども、今となってはさ、ポルシェの944がこれ真似てたんじゃねえかっていうぐらい、このロータリーのね、RX7、有名になりましたよね。やっぱり、ワイスピとかね、いろんなものに出てね。いいね。素晴らしい。日本が誇るね。やっぱり、まあ、スーパースポーツ、まあ今となってはね、当時、発売当時のノーマルはスーパースポーツじゃなかったかもしれないけど、もう各ね、チューナーがね、頑張って、この地位をね、築いたっていうところもあるんじゃないかなって思いますよ。やっぱマツダすげえな、ほんとな。さあじゃあ早速首都高乗っていきたいと思います。はい、 RX7、 うわかっこいい、うわかっこいい、マジかっこいい。なにこれ、やばくない？いやー、いいね、懐かしいね、このデザイン、この感じ。あれ、なんかこう開きたくなるよね。カセット入れたくなるわ。あー、新車の香りがするいやー、新車の香りがする。 FC だよ、本当に。すげー、しないけどね部屋のアロマの匂いがしてるんだけど。いやー、すげー、よく作ったわ、マジで。いやー、 VR 俺には立体で見えてるからねって、もう何回も言っとかないと分かんないからね、これね。後ろもすごいね。ちょっとこのね、助手席に手をかけようとしちゃった。そこには椅子はない、俺そのぐらいリアルだから。さあ行くぞ。憧れた、ほんとこの車。さあちょっと FR だからね、軽くちょっと低めのクラッチミートで。おお、なんだ、ブッて言われた。面白い、面白い。金庫になるの？金庫にならないのか？かわいい音だ。ああ、こういう感じなのね。いや、この車実は、ほんと乗ったことないんだよね、俺。FC は。ああ、こういう感じなのね。最速理論を。セリフは出てこないうわあ、うわあ、楽しい、やばい、なんだこれ。ああ、もうこのくらい、この頃から楽しいんだな、マツダの車は。なんだろう、やっぱりフロントが軽いからかな。ちょっとシフトロックさせてしまいましたやべえ、楽しいこれやべえ、テンション上がるわこれ。 FC の新車楽しい、なにこれ。おお、おー、いや、夢のゲームだよな、これ、本当に。いや、すごいわ。いや、楽しい、楽しい、FC。あー、なるほどね。
やもう全然何も起きないわ。この軽量でさ、やっぱりコーナリングマシーンだと何にも起きないわ。よし、じゃあね、芝公園で出て鈴鹿サーキットを迎えたいと思います。いやーいいねこれ本当に。うわ夢だ、夢見たわ。はい、じゃあね、鈴鹿サーキット来ました。まあちょっとね、タイムはあんまり期待できないと思うけど、ちょっとねフィーリングをどんな感じなのかっていうのをね、新車の FC 鈴鹿サーキットを持ってきてね、どんな感じなのかやっていきたいと思います。いやどうなん、まあ、軽いからねこのブレーキでいいんだろうね。スタート変わんねえんだな、ほとんど。ちょっとノーズが長い感じがするな。あ、そっか、ここも。やばいねこれ。いやーいいわ。いやいいわ。素晴らしいね。何にも起こんないんだけどこれ。これはどうやって走ればいいのかね。逆にちょっとアンダーパワーすぎて、シャーシが勝りすぎちゃってさ、どう走っていいかが分かんないわ。失速しないようにもうだから基本的にロードスターバスリーなんだな。こういうことだろうな、こういうことだろうな。こうブルブルやめてほしいな。これ引っ張った方がいいな。どうなんだろう、全然いけたな。こういうことだな。いやーちょっとね難しいね。すんげえアンダーパワーなのよ。何馬力これ250馬力ぐらい。
よし行け。いいね。まあぶっちゃけちょっとアンダーパワーかな。サーキット走るにはね、このまま行く。見えなかった。26秒。いやもうちょっといけんな、もうちょっといけそうだな。もうちょっといけそうだな。ちょもう一周行くわ、もう一周行く。アンダーパワーの車になると燃えちゃうな。いやーまだいけるか、全然いけるか。ギリギリ入ったね今ギアが。なんかこのギアに当たらないのに、なんかギアに当たる感じがしてきた。慣れてきて結構突っ込めるだろう、ここも。どういいだろう。こっから踏んでいく。どうだ、結構いいだろう。まだいけるな。最後失敗した。はい、25秒。まあこんなもんだ。はい、いかがだったでしょうかね。RX7 やってきましたけどね。なんかこういうアンダーパワーでやっぱハンドリングマシンっていうのはね、なんだろう、むしろ逆にこうつまんないんだけど、こう攻めていくとね、これなりのこうなんか攻めがいがあって、コーナリングスピードをいかに上げるか、クリップスピードをいかに上げるかとか、なんかね、アクセルの入れどころとか、もうなんか手前からもっと、なんかすげえ特殊なね、走り方したくなってきちゃって、どんどんね。楽しい。はい、またね、こういうのやってきますんで、よかったらね、チャンネル登録してってください。